お待たせしました。ただいまから記者会見を行います。最初に知事から発表があります。それでは知事お願いします。まず今日のこの記者会見は本当は午後の3時でしたか、もうちょい早い時間にやる予定でありましたのが、県外出張でさっき花巻空港に戻ってきたばかりで、こういう時間の記者会見となりまして、ご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。さて今日の知事発表事項は、平成20年度予算、平成20年度の組織職員体制、そして岩手県文化芸術振興基本条例案についてです。平成20年度当初予算についてでありますが、お手元の資料、平成20年度当初予算のポイント A4 番横のものを、参考にしてください。予算の故障として、希望の芽を守り育てる希望創造予算といたしました。私にとっての初めての当初予算であり、また岩手希望創造プラン推進のための第一歩となる予算でもございます。この予算編成の方針でございますが、岩手希望創造プランの推進のため今後の3年間トータルで検討をし、戦略的に地域づくりに取り組む予算として編成をしました。集中改革プログラムに取り組み、歳入歳出の徹底した見直しを実施し、真に必要な事業に重点化をしました。中期財政見通しを策定し、今後3年間収支均衡の見通しとなったところであります。平成20年度は前年度比マイナス 4% になりますが、来年度平成21年度以降はマイナス傾向に歯止めをかけ、政策的な事業が今年度とほぼ同規模で展開できる見通しであります。予算編成方法の見直しとして、すべての事務事業の総点検を実施しました。要求段階から創意と工夫で徹底した歳入歳出見直しということで、部局予算枠を廃止し、全庁的な調整の下で事業を重点化しました。予算の規模としては、平成20年度予算6584億円、前年度比でマイナス 4%、平成14年度以降7年連続の減とはなります。事務事業の整理統合、経費の節減、既存施設の活用など、創意工夫で最大の効果が得られるよう事業を組み立てました。なお、平成20年度から公債管理特別会計を設置し、近年、県債の借款が増加し、借り換えが増加し、実質の財政規模を明確に示す必要があるため、借り換え分の650億円程度が一般会計から分けられることとしました。資料の右上をご覧ください。特に重点的に取り組む事業として、これまでの課題にもしっかりと、特に重点的に取り組む事業として、これは詳しく次のページで説明をいたします。なおこれまでの課題にもしっかりと対処ということで、 IGR 新指令システム構築、森のトレー償還金、緑資源機構からの林道事業受け入れなどの予算を組んでおります。集中改革プログラムの取り組みと中期財政見通しということで、持続可能な財政構造の構築のため行財政改革に取り組み、事務事業の総点検のほか、歳入の確保として平成20年度66億円、平成21年度102億円、平成22年度153億円の財源対策を講じます。各種基金や未利用資金の売却促進などによります。また歳出抑制策としては、職員数の削減、そして3年間の職員給与の特例減額、各年度約21億円の財源創出をなどを行います。こうした対策により、中期財政見通しは平成22年度まで収支均衡となり、政策的な事業が今年度とほぼ同規模で展開できる見通しとなります。資料2ページ目、2枚目、平成20年度に重点的に取り組む政策についてであります。岩手希望創造プランに掲げた4つの重点課題の解決に向けた取り組みの着実な推進を基本としております。そして2つの基本戦略、政策の6本の柱について、
当初予算に計上した主な取り組みについて整理してあります。具体の事業内容は平成20年度当初予算のあらましで説明します。次に資料の3枚目、平成20年度当初予算の状況でありますが、歳入は県税収入が微増、個人住民税、法人2税の増収で 0.2% 微増です。地方交付税、国庫支出金はマイナス5%前後であります。教職員給与費や公共事業の減などによります。次に歳出、人件費は職員体制のスリム化や職員給与の特例減額により減となっています。投資的経費は3%程度のマイナスで、過去の北上山系開発にかかる償還金などの減が要因でありますが、建設工事等の事業料については公共事業と大規模施設整備事業、高校等、県立学校や警察署等の建設事業および19年度2月補正で追加予定の公共事業約15億円程度で前年度水準を確保するします。プライマリーバランスは一時的にマイナスになりますが、今後3年間、平成22年度までのトータルでは黒字の見通しです。次に資料、平成20年度当初予算のあらまし、A4 縦の冊子を、その17ページをご覧ください。5、重点的に取り組む政策としまして、平成20年度の政策展開の基本的な考え方として、地域経営の視点を強く意識、4つの重点課題の解決に向けた取り組みを着実に推進、平泉文化遺産の世界遺産登録の実現と効果を全県波及させる取り組みを展開としています。18ページに移りまして、4つの重点課題の解決に向けた取り組みとしては、まず第1、県民所得の向上、産業振興の取り組みをより一層強化し、本県経済の力強い成長を目指します。ものづくり産業への集中支援、魅力ある観光資源、質の高い農林水産物を生かした取り組みを推進します。第2に、雇用環境の改善について、雇用の場の創出、人材の育成、求職者と地元産業界の適切なマッチング、この3つの視点を重視した取り組みを推進します。第3、人口転出への歯止め、人口の社会減、平成19年度で6,881人と前年より増加しました。特に若年層の占める割合が高いです。これに対しては、産業振興による雇用の場の創出に向けた取り組み、意思確保や子育て環境など、若い世代が安心して暮らすことのできる環境の整備、首都圏等に在住する団塊世代等の方々の県内への定住や交流を促進する取り組みをしてまいります。第4、地域医療の確保。医師の絶対数不足や地域偏在、質の高い医療体制の確保などの課題に対応するため、医学生に対する奨学金制度の拡充や女性医師の就業支援、IT を活用した周産期医療ネットワークの整備やドクターヘリの導入の可能性について検討などいたします。次、23ページ。岩手ソフトパワー戦略、平泉の文化遺産の世界遺産登録の実現と岩手平泉年プロジェクトの展開としまして、今年7月に見込まれる平泉の文化遺産の世界遺産登録を契機として、平泉文化の自立と共生の精神を県民共通の認識とし、その価値を広く発信すること、遺産の保存と活用に向けた各種の事業を岩手平泉年プロジェクトとして展開することを進めます。41ページに参りまして、県北沿岸圏域の振興対策。これまで産業振興に向け、県北沿岸地域中小企業振興特別資金貸付金などを創設してまいりましたが、平成20年度においても、例えば昨年度開通した早坂トンネルや千人峠道路などの基盤を生かした食産業、ものづくり産業、総合産業としての観光などの重点的な取り組みを一層推進します。平成20年度当初予算については以上です。次に発表事項の2、平成20年度の組織職員体制の概要についてですが、これもお手元に配布しています資料を参考にしてください。今回の組織改正は、計画的な職員体制のスリム化を進めながらも、岩手希望創造プランの推進や
その他直面する課題の解決に向け必要な体制を整備するという基本的な考え方に立って体制の一部を見直したものであります。まず2つの基本戦略の新地域主義戦略に関わるものとして4つの広域振興圏を基本とした地域経営を行うにあたっての重要なパートナーであります市町村を支援するため中核市へ移行する盛岡市などへ権限移譲に伴う職員派遣等を実施します。岩手ソフトパワー戦略の関係では県議会2月定例会に提案する文化芸術振興基本条例に基づく総合的な文化芸術施策を展開していくため地域振興部 NPO 国際化を NPO 文化国際化に改めるとともに新たに文化振興担当課長を配置します。また大連市を起点とした県内企業のビジネス展開さらには東アジア地域との強制的発展に向けた基盤を構築していくため大連市との地域間連携推進の協定に基づき大連市に職員2人を派遣します。さらに平成28年国体の開催準備を進めるため国体担当を課に改組し国体推進課を設置します。政策の6本の柱の関係については農業研究センターに分野横断的な研究を行うプロジェクト推進室を設置するほか保健福祉部に公的医療改革担当技官を配置しまた自殺予防対策を担当する福祉総合相談センターの職員を増員するなどこれら施策推進のための体制を整備します。その他重要な課題への対応等として部局体制の見直しとして総合政策室を総合政策部に改めようと考えております。総合政策室は平成13年度に設置されたものですが全庁的な政策を調整し取りまとめる組織の部としての位置づけの明確化を図ろうとするものであります。また併せて総合政策部を含む各部に部長を支える副部長を配置し各部内における総合調整機能を強化します。また岩手競馬は本年度の収支均衡が確実となったことから平成20年度も存続することにしておりますがさらに民間委託の拡大など将来にわたり存続できるよう一層の経営改善に取り組んでいくこととしており県としてこれを積極的に支援していくため農林水産部に競馬改革推進室を設置します。最後に職員数についてですが平成20年度当初における知事部局の職員数は本年度当初より120人程度少ない4340人程度と見込んでいます。続いて発表事項の第3、岩手県文化芸術振興基本条例案について県では文化芸術振興の基本理念や基本方策について明文化するとともにその振興を宣言し総合的な施策を推進していくため岩手県文化芸術振興基本条例を2月定例会に提案します。条例案はこれまで実施した文化芸術振興懇話会やパブリックコメントによるさまざまな意見や提言を参考としながら策定しました。本条例案の特徴としては、まず全文において、本県における文化芸術の普遍的価値として、自然との共生や文化芸術が優位の精神を基礎とするコミュニティを形成したことを挙げていること。基本的施策として、文化芸術の認識及び理解、文化芸術の総合的把握及び記録、民間活動等に対する支援を挙げていること、具体的な施策を推進するため、平成20年秋までに文化芸術振興指針を定める予定であること、岩手県文化芸術振興審議会を設置し、岩手県文化財保護審議会との有機的な連携を図ることが挙げられます。なお、文化芸術の振興にあたっては、知事部局と県教育委員会が連携を図り進めることとしており、来年度の知事部局の組織体制について NPO 国際化を NPO 文化国際化にして文化振興担当課長を設置する予定です。また平泉の文化遺産の世界遺産登録と合わせ本県の文化芸術を積極的に内外に向けて発信するため平成20年度は新規事業として文化情報の発信サイトである岩手の文化情報大辞典の拡充整備県内の文化芸術資源の総合的配合及び発信を事業として計画しています。準備していた発表事項は以上ですが
その他としましてお知らせいたしたいことがございます。本日2月定例会の日程に関しまして、各課代表者会議の場で、執行部の方から、副知事選任関係の議案の提案期日等についてお知らせをいたしました。2月21日、2月議会の召集日でありますが、この日に副知事選任にかかる議案を提案することとし、議会には同日の採決をお願いしたいと考えております。副知事には新任のものをと考えており、副知事の人員は1人としようとするものであります。以上です。以上で知事からの発表を終わります。それでは本日の進行は岩手朝日テレビの篠平記者にお願いしておりますので、よろしくお願いします。岩手朝日テレビの篠平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は発表事項が多いということでですね、区切ってまず予算、平成20年度の当初予算についてまず絞って質問を取りまとめたいと思います。当初予算について質問のある者は、社名を名乗ってからお願いします。挙動通信の浦谷です。お忙しいところ、お疲れのところ、よろしくお願いします。2点、3点なんですが、お聞きします。まず1点目なんですけど、知事がですね、知事選の時に掲げたマニフェストのですね、反映具合がですね、この予算にどれくらいなってるのか、その知事のですね、自己採点をお願いできますか。かなり反映されていると言っていいと思いますので、反映の度合いについて言えば100点と言っていいと思います。もしよろしければ、すべてが100点満点だとすればですね、どの点に一番力を入れたというところを教えていただければと思うんですが。基本的に全面的に、マニフェストを全面的に希望創造プランというものを通じながら予算化していますので、全面的に反映されていると言えると思っております。分かりました。あと、今回のこの予算を見てますと、その財政再建というよりはですね、財政出動をかけてですね、基盤作りにですね、力を置いているというような感じと見受けられるんですが、そのような受け取られ方でよろしいんでしょうか。今後3年間の中期見通しとして、非常に危機的な財源不足があったわけでありますけれども、それに対応するこの給与の特例減額を含む、かなりの身を絞るような行財政改革を進めながらも、地域振興、産業振興的なところについては、むしろ新規の事業も含めて積極的に対処しているというところが特徴だと思います。中期財政見通しは今後3年間の見通しが出されてですね、とりあえず1期目のですね、任期中の政策が、この程度、今回の予算の程度がこれからも続いていくというふうな多分認識だと思うんですけど、この程度のその反映具合っていうか、政策の打ち出し規模っていうのは、知事がその知事選で考えるときとほぼ同じなのか、それとも足りないのか、それともむしろ多いのか、どっちなんですか。危機を希望に変えるという観点からしますと、危機に向かって落ち込んでいく方向から、これは反転180度、希望に向かって進んでいくという、その反転攻勢を今回セットできたということが非常に大きいと思っております。7年連続のマイナス予算ということで、その7年間、当初IT バブル、あるいは金融の、その不良債権処理ということで、非常に地域経済が金融的に逼迫した中で、県民所得が大きく落ち込んだのが2001年でありますけれども、その後、
民間経済は新たな誘致企業の拡大や民間経済の努力によって一定の上昇はしていたわけでありますけれども、それを相殺する県の予算、市町村の予算の大幅な減額、それは国の財政政策によるものでもあるんですけれども、これが県民所得を結果横ばいして離陸できない形にずっと7年間してきているわけでありますけれども、今回その県の予算の減額のこの底を作ることでですね、民間部門が頑張れば頑張っただけ県民所得が上昇していくという新しい岩手のそういうマクロ経済構造を作ることができましたので、これ非常に大きいと思います。これに加えて国の方の政策転換でですね、国から地方へのお金の流れが増えるとか、あるいは経済対策的なことが行われるとかっていうことがさらに加わりますと、より岩手の県民所得は向上の方に急角度で向かっていくということになりますので、そういうことができたっていうのは非常に良かったと思います。わかりました、ありがとうございました。岩手日報の菅原です。2点お伺いします。今回の予算は知事にとって初めての当初予算編成になったと思います。ただ一方でその歳出の状況を見ますとですね、なかなかその義務的経費というんでしょうか、 50% 近くに上ってまして、特に交際費の構成費が高くなってます。そういう中でいろいろ予算編成にご苦労された点もあると思うんですが、一番この編成に際してですね、苦労された点というのはどのあたりにあるんでしょうか。集中と選択ということで、一方では予算を絞り込みながら、一方では県民生活や県民経済により影響をもたらす分野については重点化していくっていう、その加減が大変だったわけであります。特にその重点化した事業の中でですね、特に知事の思い入れが強い事業というのは2、3挙げればどういう事業がありますでしょうか。それぞれ産業関係でいろいろいい希望の目がそれぞれ農林水産業、製造業、観光などのサービス業、そういったところにそれぞれ希望の種のようなところに手当てしているところに意を用いたわけでありますが、そうですね、あと一つ象徴的なものはコミュニティ支援の予算でありまして、これは290万円という予算規模でありましてですね、その市町村関係の合併市町村自立支援交付金の13億3000万とか、市町村総合補助金6億円とか、地域振興推進費の3億円とかに比べますと290万円というのはそうですね、予算というのは全体でオーケストラのようなものだと思っておりまして、先ほど挙げた、従来からのこの継続の大型な予算がストリング弦楽器の重厚な重低音とか、あるいはバイオリンの圧倒的な音色だとすれば、この草の根コミュニティ再生支援事業費290万円というのはトライアングルのチーンみたいな感じなんですけれども、ただこのチーンがあるとないとではですね、予算全体の趣が全然違ってくるところでありまして、それではこの草の根コミュニティ再生支援事業費の290万円というのはそういうチーンという音色が気に入っているところであります。
あと今回策定しました中期財政見通しを見ますとですね、主要3基金が平成20年度末にですね、51億円に減少します。なかなかこれまでのようにですね、財政調整という意味でその財政基金を取り崩したりという財源が不足した場合ですね、頼れない状況になってくると思うんですが、今ちょっとコミュニティ支援のその290万という、額は小さいけど意義が大きいというお話がありましたけれども、今後地位としてその財政運営というのはどのように取り組んでいかれるのかですね、その辺基本的な考えがありましたらばよろしくお願いします。行財政改革は今回で終わったわけではありませんので、ちゃんと岩手希望創造プランの中でも集中改革プログラムというその改革編が不可欠の要素として組み込まれておりまして、これによってさらなる節約できれば、その分を基金の方に回していくことができますので、基金をこれだけ減らすことについて、災害など毎日のいろんな不測の事態に対しても対応できる最低限は残すようにはなっているんですけれども、やはりできるだけそこに節約した分を積み増していきたいと思ってますので、そういう意味で行財政改革というのはさらに続けていきたいと考えています。ありがとうございました。朝日新聞の赤井と申します。よろしくお願いします。すいません。今ちょっとお話に出た中期財政見通しの関係でお伺いしたいんですけども、知事選の公約でですね、プライマリーバランスの均衡を掲げてらっしゃったと思うんですが、まずこれに関して3点お伺いしたいと思います。まず最初にですね、今回の見通しでは3年間でトータル38億円の黒字というふうになっていると思うんですが、確かにこれ見ると公約と齟齬はないと思うんですけども、その3年で結局その基金の取り崩し額が126億円差し引きで発生すると、なんかその家計的な感覚から言うと実質的には赤字ともなんか見えるんですが、その点についてまずその公約との整合性をどう考えてらっしゃるのか教えていただければと思います。私はできればどんどんお金を借りてどんどん事業をするという、その必要であれば赤字を増やしてでも事業をどんどんやれるような、そういう財政というものを、そういうのは荒真保守期財政のイメージとしてあるんですけれども、それは上杉鷹山公ですね、米沢藩の、藩の財政改革で有名な上杉鷹山公が、その米沢藩がものすごい借金体質だったんですけれども、それをちゃんと事業計画を立ててですね、それでこれからはちゃんとこういう産業化にも力を入れて、これだけ借りたらこれだけ返せるようにしますっていうのを明らかにした結果、大商人がじゃあ今までの借金はチャラにして、でこれからも今回もお金をどんと貸しましょうというふうになったというのが、一つ理想の姿なんでありますけれども、そのために必要なのはこの財政規律というものをきちっとやっていけるその信頼でありまして、でそれはですね、やっぱりただただ借金を増やしていくっていうだけでは、そういう納税者、あるいは岩手における主権者である県民の賛同は得られないと思ってまして、プライマリーバランスの均衡というその線を、みんなで守っていくということが、そういう信頼できる財政ということへの王道なのかなと
というふうに考えて公約にし、また当選後もこの県財政の基本としているところであります。で、今回のこの基金の取り崩しについてはかなり詰めて他の予算の削減、また歳出の削減については職員の給与の特例減額ということまで踏み込んでやることと同時に行われている基金の取り崩しであって、単に無計画に基金を取り崩しているのとは全然違うんでですね、ここのところはその県民の理解も得られ、むしろこの信頼できる財政という評価を得られるのではないかなと思っています。すいません、それで続いてなんですけども、その今ちょっとお話も出たと思うんですが、この見通しの結果ですね、まあ、基金は最終的に51億円しか残らないということになると思います。その県の活性化のためにある程度そのお金を積極的に出していくというのも当然必要だとは思うんですが、まあ、そうは言ってもかなり厳しい状態なのかなと。で、この事態についてのご認識とですね、をまた改めてちょっとお伺いしたいと思います。一つはさっきも申し上げた、さらなる行財政改革によって、節約して基金に上乗せをしていくということはきちんと取り組んでいきたいと思っておりますし、あとは県民経済が好転して所得が上昇してくれば県税収入も上がりますし、また国の方でもそういう地方再生の施策を進め、また国自体の経済を底上げしていくような施策を国が取れば、それが間接的に岩手の財政収入の増にもつながってくるわけですので、その節約と、そして働いて稼ぐというその2つで、なんとか中期見通し以降のですね、23年以降のその上昇コースというものをこう確保していきたいと思います。すみません、最後の3点目なんですけども、その対策は対策として当然あるとは思うんですが、その、国立の人口問題の研究所とかの試算だと、その人口はこれから30年間で30万人ぐらい減っちゃうと。で、高齢化率も 35% ぐらいまで、10ポイントぐらいまで上がっちゃうと思うので、そういう中でおそらくその人口が減って税収が減ったりですね、社会保障費が増大したりということを、逆風も予想されると思うんですが、そういう中でこの見通しで、最終的に、劇的に例えば財政状況が好転とかしなかった場合にですね、その、何らかの事業を切ったりとか、サービスを削るとか、料金値上げとか新税とか、いろんなことを検討しなきゃいけない段階がひょっとしたら来るかもしれないと思うんですが、そうした事態になったときにですね、知事としてはどの辺にこう重きを置いて、何を、ある意味では切り何を守っていくのかというところをですね、将来の話ではあるんですが、3年後と結構近いので、教えていただければと思います。はい、まず県民所得の向上は1人当たりの県民所得の向上ということでありますので、そういう意味では人口減少であれば人口減少なりにこの1人当たりのその所得水準とか生活の水準といったものを見ながら政策を進めていきますので、例えば公務員の数は県職員の数はこうその人口減少にも合わせてこう減っていくというコースを取っているわけでありまして、そこのところはすでに人口減少も睨みながら無駄のないような必要なサービスは提供できる体制というのを進めているところであります。で、一方達増拓也の野望といたしましては、この岩手の魅力、ソフトパワーでありますが、この買うなら岩手のもの、働いてもらうんだったら岩手の人で、また訪れるなら岩手というような、この岩手の評価が高まっていけばですね、
日本の他のところからの人口流入というものが、実現する可能性もあるわけでありまして、そこは人口が増えるということもこう諦めずに、また予測されている人口減少の割合についてはこう歯止めをかけていきたいと考えています。ありがとうございました。はい、森岡タイムスの井上です。よろしくお願いします。はい、今の質問の答えの中で23年度以降という話がありました。交際費なんですけども、中期財政見通しの3年間のところからですね、その23年度以降ですね、金額的にはかなり膨らむ、予想が出ています。それでですね、そういう状況で今回の中期財政見通しの3年間のところではそのさっきの職員の給与の減額とかですね基金の取り崩しという形のもので財源対策を主にしているわけですけどもその23年度以降ですねその増える交際費に対応するためにですねこの3年間のうちに、どのようにこう運んでいけばですねその23年度以降のその財政予想される財政状況に対して対応できるというふうに考えていらっしゃるのかっていうのを教えていただけますか。はい、この県債の大幅増額というピークはこれはもう過去のことでありますので、今後はこの借り換えをうまくやっていくことで、その公債残高の水準をですね、まあこれほぼ横ばい、国債残、県債残、公債残高についてはまあほぼ横ばいという水準で持っていけるように、できる見通しが立ちましたので、その公債残高が増えていくっていうふうにはその23年度以降はならないですね。残高ではなくてですね、毎年度払っていく交際費がですね、22年度までと23年度以降ではですねちょっと額が上がるというふうに、県では予測してたはずなんですがそういう財政このいわゆる義務的経費がまた増えるというような状況に対してですねこの3年間でどういう手当てをしてそのいわゆる23年度以降にの 財政対策をしていくのかっていうところをお聞きしたいんですが。なるほどなるほど。交際費いわゆる、まあ、元利償還金については、25年度あたり25からそうですね、6、7ですね、26、7あたりにピークを迎え、で28からはまあ減額に転ずるという、そういう山を迎えるわけでありますけれども、まあ、ここのところは、ピークに向かう際に、まあ、前年比で、まあ、50億円、から50億からまあ100億のこう間ぐらいずつこう少しずつ増えてそしてまた減額に行くというふうになっているわけでありますので、行財政改革による節約分とそして、県民経済活性化また国全体の経済の回復による増収分を合わせてですね、まあ、そこで50から100その年ごとに確保できればいいわけでありまして、まあ、今の段階でその詳しいやり方を明らかにすることはできませんけれども、まずこの3年間をしっかりやることができればですね、そこからその後をやりくりする余力というのは生まれてくると思います。ちょっとこんな時間でこういう質問あれですけども、さっき予算はオーケストラっていうふうなお話をされましたけども、もし今年度の予算で、新年度の予算で思い浮かぶ
楽曲等がありましたら教えてください。ブラームスのですね、交響曲の番第何番かパッと思い出せないんですけど、ものすごい陰気に重厚に始まるんですけれども、最後の方はこう明るい調子になって第4楽章が終わるという、そういう感じに仕上がっていると思います。ありがとうございました。朝日新聞の南と申します、はい、よろしくお願いします。まず2つお聞きしたいんですけども、1つは先ほどから出ている義務的経費の関係で伺いたいんですが、今回 47% ということでかなり半分近く占めているんですけども、ということはそれ以外の、政策的な経費とかがかなり窮屈だったんではないかと私は見たんですが、知事はかなり手応えを感じていらっしゃるようですが、やはりその 47% というこの率については実際編成臨んでみてどうだったのかというところを教えてください。そこがこうブラームスたるゆえんなんですけれども、ただ、義務的経費とはいえ、それは無駄になってしまうわけではなくて、まず県内経済に対するマクロなその資金の流れを作ることに少なくともなりますし、ただプラス政策的なプラスの効果っていうのを上げられないところが悩みなんではありますが、その分は重点化した政策的経費でカバーしていくとともに、さっきのトライアングルの地域のコミュニティ支援事業もそうなんですけれども、もうほとんどゼロ予算といいますか、ほとんど人件費のようなところで、そのうまくいけば、経済的な効果もこう新産業や新ビジネスの誕生といったこともこう促していける、一種こう無から有を作り出すような、そういう事業を今回だいぶ増やしたと思っております。前に県職員はその10倍100倍の力を発揮してほしいという話をしたんですが、あれは10倍100倍苦労しろという趣旨ではなく、その県民生活の向上、県民所得の向上がこう10倍100倍、そういうゼロ予算であれば それが所得や所得の向上効果がこうゼロ予算から生まれれば、それは無限大倍ってことになるし、人件費程度のところからこうちゃんと何千万とか何億とかいうビジネスが出れば10倍100倍の効果があったってことになりますし、これは21世紀型の行政としてはそういうとにかく大規模な予算を使ってでこうマクロ的な力で経済を押し上げるっていう、これだけじゃなくて、そういう、広告代理店とかシンクタンク、あとそのアドバイザーとか、コンサルタントですね、そういうコンサルタントがやるような仕事をこう県もやっていくっていうことでですね、少ない予算で、高い効果を上げていくということが求められているんじゃないかなと考えています。とはいえいろいろ政策するにはお金が必要なんですが、今回初めての本格予算望まれて、実際義務的経費がこれぐらいに抑えられたら、もっとやりたいことできるのになというようなところあれば、何パーセントぐらいとかってもしあれば教えてください。いや、それはもうあればあるだけいろんな事業ができるんですけれども、ただそこは増税とかですね、そういう県民の負担増をするべき時期ではないと思っていますので、そういう意味ではある中で、やっていくということでいいんだと思っています。すみません、予算編成方式について2点ほどお伺いします。今回の予算ではその、これまでの部局枠を撤廃して、従来に近いというか一極型の編成方式に戻したというのがあると思うんですが、その、以前にも会見で、その狙いを聞かれる場面はあったと思うんですけども、ここで改めてですね、狙いを聞かせていただければと思います。
衆議院議員時代予算委員会の委員もやっててですね、それで国のこう予算書をこうしょっちゅうこう見て全体をパラパラっと見たりしていて、やはり県の予算もこう全体を見たいなというふうに思っていました。でそれでおよそ1000の事業をこう私も全部一通り見まして、ただそこも一人で見たのでは意味がないので、三役会議という場を設定して、まあ、みんなで、チェックする、そういうふうにしたわけでありますけれども、まあ、それによって全庁規模でのこう選択と集中ということができたと思います。知事枠とか、これ国の方でも首相枠なんていうのをこう何千億円か、こう全体80兆円規模の中でこう2000億円くらい首相枠とか設けて、あとはもう各省縦割りでやっていくとかっていう手法があるんですけれども、あれはこう予算がどんどん増えている時代であれば、各省庁もこうクリエイティブなことをどんどんやり、それに加えて総理が特にやりたいことを乗っけられるというメリットがあったと思うんですが、予算が減っていくときにはですね、かえって、各分野ごとの予算がこうどんどんこう自利品に陥る中で、選択と集中をしなきゃならない、そういう全体を見て決める予算の枠がこう少ないままだと、いつまでもそういう全体の見直しができないという、そういうマイナス予算時にはそういう弊害が強く出てしまうやり方なんだと思います。ですから今回は、まあ、いわばその6500億全体が知事枠のような形にいたしまして、6584億円の全体がまあ知事枠みたいにする中で、まあ少なくなっていく予算の隅々にまで、もう100万円単位、あるいはそれよりちっちゃい100万円以下の事業についてもちゃんとその知事の意思っていうのがこう入っていくようにして、それぞれが決して無駄に使われず、かつ、全庁的なその意思がそれぞれの事業に乗っかっていくようにする、まあ、そういう本当のこう選択と集中というのができたと思います。に関連してなんですけども、その、まあ、全庁的な、選択に集中しやすくなるというのはもちろんあると思うんですが、まあ、一長一短というか、一方でその現場から判断が遠くなってたなったりとかですね、あとはまあそのヒアリングとかを含めた中間の手間、これは多分コストともまあ言い換えられなくもないと思うんですが、そういうのが増えた部分というのも当然、まあ、仕組み上出てくると思うんですが、それを見るとその今地方の方がその国に対して求めているその現場に近い地方にその財源とか裁量を渡してくれという文献の流れの一方で、なんかその県庁内の方ではその逆とも言える方向にこう進んでいるようにも見えてしまうんですけども、今回その実際に予算編成を終えてみてですね、物価枠撤廃の、まあ、ある意味で負の部分というのはどの程度あったかなというふうにお感じでしょうか。現場に任せるっていうことについては、振興局ですよね、振興局に任せる部分ということで、まあ、これはかなり議論をしてですね、その部分も大きく刈り込んでこう中央で、県庁でこう差配するようにしようかという議論もあったんですけれども、さっき紹介した地域振興部予算の地域振興推進費の3億円ですよね、まあ、3億円の大台を確保したということで、これは本当に地域という意味の現場の中にいる振興局が市町村や NPO やもう個人と相談しながら作っていく予算として確保しました。で、まあ、現場っていうのはそういうところだと思います。で県庁各部局はやはり縦割りの弊害を超えてこう県庁としての意思決定をするものの一環として存在していると思うんでですね、
たださっきも言いましたけど、予算がどんどん増えていく時代であればですね、そういう各部局に任せてクリエイティブな事業をどんどん増やすっていうことが効果的だと思うんですけれども、今はそうじゃないので、まあ、今回のようにしたということです。ありがとうございました。すみません、共同通信浦安です。もう1点だけ、もう1点というか、まあ、先ほどブラームスの交響曲というかおっしゃられましたけど、まあ、延期のままで終わられては困るので、ですね、できれば陽気にしていただきたいと、まあ、そこは頑張っていただきたいという、まあ、こちら側のこう要望というかのが1点です。あと、冒頭おっしゃられたですね、副知事の選任案件提案についてなんですけど、前回の会見で聞いたときにはですね、まだ名言というか意中の人がいらっしゃらないみたいなお話されてましたけども、その期日21日提案してですね、まあ、同意人事を出されるということで、知事の中にはもう決まったのかどうか、まあ、今名前は出せないでしょうからあれでしょうけど、決まっているのかどうかというところをちょっともし一旦伺えるんだったら教えていただけますか。開会日 その21日に提案するというスケジュールに間に合うように調整していきたいと思います。まだ調整中、総合的な意味で調整中、裏を返すと未定ということですね。裏を返さなくても未定、はい、今日58歳の方々にですね、まあ、中央クラスの方に干渉退職のあれが出たみたいなこともあってですね、まあ、あと大体例年だと3月中旬くらいに県人事もあると思うんですけど、それに向けてもう結構知事の中に頭の中に構想はあるんでしょうか。職員録を繰り返し読み返したりはしております。それは、過去の経験を見てるっていうことなんでしょうかね。いろいろこうシミュレーションしたりしております。まだ明かせる段階ではないということですね。まだ未定です。わかりました。じゃあそれでは今も出ましたけれども、残る3つの発表、組織職員体制、それから文化芸術振興条例、あと先ほどおっしゃられた人事案件についてはいいのかな、もについて、関連する質問があれば、社名を名乗ってお願いします。岩手日報の菅原です。ちょっと1点だけ組織職員体制の概要のですね、一番最後に職員体制のスリム化というものがありまして、まあ、事務の簡素化、効率化を推進しながら職員数を削減というふうにあるんですが、これは退職者 その不補充という意味で その削減という、新規採用数を低水準にするという意味ですね。まあ、不補充といって全然補充しないわけではないわけでありますけれども、基本的にはそういう新規採用を抑制するということです。河北新報安野です。人事の先ほどの副知事人事の関係の日程ちょっと確認したいんですけれども、21日のですね、議会に提案するということで、その前の例えば20日の日だとかですね、あるいは会話代表者会議を19日あたりに開いていただいて、その時点で説明するとか、かなり議会に対してですね、真摯な対応で説明するというふうになことで今日話しされたんだと思うんですけど、その日程ちょっと確認させていただきたいんです。具体的な細かい段取りは総務部窓口に執行部側と県議会側との間で詰めていきますけれども、まあ、その召集日前日に議運があり、その前日に会派代表者会議ということですので、まあ、そういった場を利用しながら開会日の提案そして採決ということがスムーズにいくよう議会の方にお願いしていくことになると思います。その井上です。組織の関係でですね、
大連市へ、派遣する職員というのは、どういう分野というか、そういうのを想定されているのかということと、シンガポール事務所廃止の、経緯というか理由を、ご説明いただきたいと思うんですが、はい、大連に派遣する職員は今の段階で特にこういう専門とかそういう縛りは、そうですね、未定ですで、あと、シンガポールですね、まあ、こちらの方はですね、北海道北東北3県の共同の事務所なんですね。それでまず北海道から撤退の意向が示されまして、でその理由としては物産の販路拡大等における初期の目的を達成したということだったんですが、まあ、その北海道からの撤退の意向を受けて4道県で協議の結果、今年度平成19年度をもってで撤退することで合意に至りました。なお岩手県と秋田県はなお村地の方向を模索したんでありますけれども、岩手と秋田だけの2県での設置は財政的に困難ということで、まあ、やむを得ず撤退という格好でございます。まあ、シンガポールは東南アジアの一つの中心でありまして、県内企業の経済効力拡大が見込まれる地域でありますから、まあ、平成20年度以降は秋田県と共同で現地コーディネーターというものを配置してですね、シンガポール事務所で築き上げた人脈等を活用しながら経済交流活動を支援していきたいと思っております。岩手日銀新聞の伊藤と申します。先ほどの、副知事の人事の関係ですけどもですね、改めてですね、今回、副知事新任の方を起用される意義というものをですね、教えてください。まあ、そこは未定でありますので、そうですね、まあ、そういう話は、まあ、いろいろ決まった後で、はい、お願いしたいと思います。まあ、関連ですけども、この前びっくりするようなことはないというふうにおっしゃられてましたけども、まあ、いろんな解釈があるかと思うんですけども、現在のところ、まあ、県庁内あるいは OB 等々からの投与を考えてらっしゃるのか、その辺、未定でございます。あとですね、今日で上村水道長が、まあ自主まあ、退任ということで、まあ、あとということは竹内副知事も18日付で退任になるかと思うんですけど、まあ知事が就任後ですね、まあ、かなり知事を支えてきたかと思われるんですけど、この辺については何かございますでしょうか。お二人とも去年の4月30日任期スタートの時点で、あの日は振り替え休日でありましたから、私の初登庁は翌の5月1日だったんですけれども、まず任期スタートの時点で私の下でもこう働いてもらえるかということをこう確認したいと思って、知事交換でですね、お二人とそれぞれこう会いまして、そしてそれぞれ、よかったら働いてもらえないかと、であれば働きますということで、まあ、一緒にこの多数県政のスタートのところを、まあ、競馬問題はじめいろんな多事多難な中でのスタートだったわけでありますけれども、そういったところをこう的確に対応しながら、いわゆるこうタストカラー的なものについてもこう積極的に
県政に取り入れていく、そういう指揮調整を取ってもらい、またこの競馬問題、IGR のシステム変更負担の問題、森のトレーの延滞金の問題、そういう大きい課題について、本当にこの年末年始も挟んでですね、一定の目処を立ててくれたということで、感謝をしております。そうした成果を、まあ、次の体制にこうしっかりと引き継いでいきたいと思っております。なお、上村水道庁については本来任期はまだ1年あったわけでありますけれども、釜石市長さんから強く副市長にということで、まあ任期の途中ではあるけれども、本人もふるさと釜石に尽くしたいという意向があり、また私も、まあ、県としてというか、まあ、総合的にそういう形で、その市長の突然の交代という、まあ、危機的状況を克服しようとしている釜石市がまさに危機を希望に変えていくために、上村水道庁であれば大きな力を、もうこの上なく大きな力を果たすことができるということもあるので、まあ、今回辞職を承認した次第であります。すみません、ちょっと予算に戻って恐縮なんですが、よろしいですか。はい、もしすみません、部局枠の撤廃の関係なんですけども、まあ、先ほど知事のお話の中でこのマイナス予算の中ではやむを得ない部分があるというお話でしたが、まあ、とはいえ大体一般財源ベースで今年度に47億円ぐらいあったと思うんですが、それをまあ撤廃するということは、じゃあ逆にそれを撤廃して何ができたんだということをやっぱり求められる部分があると思うんですが、知事として何ができたかということを一つお聞かせいただきたいのと、もう何の撤廃と部局枠の撤廃ですね。で、はい、もう一つその先ほどマイナス予算の中でというお話があったので、今後まあ、プラスになることは難しいかもしれませんが、規模を維持する中で復活する可能性があるのかどうかお聞かせください。そういえばさっき言わないでしまったんですけれども、部局枠の撤廃はそのシーリングで、まあ、一律にこう抑えていくっていう形からの脱却でありまして、県全体にとって効果的な施策であれば青天井で要求していいということも、今回、特に、そういうやり方でやったんですね。で、そういう中でかなり各部局、こう新規事業で工夫を凝らしたり、また既存の事業をこう大胆に整理統合して、こうまとめて大きい形に持っていったりとか、そういう創意工夫はむしろ予想以上に各部局から出てきたので、そこは良かったなというふうに思っています。で、そういう部局枠復活の可能性については、まあ、予算がこうどんどん右肩上がりになるような時代になってくればですね、クリエイティブな新しい事業をこうどんどん工夫してもらうということで、また導入するかもしれません。すみません、予算とちょっと関係ないですが、一部報道でですね、東芝の半導体工場がですね、北上に有力になったっていう話があったと思うんですが、まあ、県の幹部の方はまだ直接お話聞いてないと思うんですけど、その後変化があったのかどうか、それだけ確認させてください。まあ、これもそれこそこう未定ということと承知しているんですけれども、
正式決定があればその旨伝えられると思っておりますので、それがない間はですね、やはり未定として扱って、油断することなく、こう企業誘致のためのこういろんな手を打ったりとかですね、工夫をしたりということを、まだこうゴールインをしていないランナーのつもりでですね、ちゃんとこうテープを切るまでは全力で走る、そのテープの向こうに走り抜けるくらいの勢いで対処していきたいと思ってます。ということは感触はいい感じなんですか？感触というか、まあ感触の、いかんにかかわらず、ベストは尽くさなければなりませんので、悪いなら悪いなりの対処もするし、いいならいいなりの対処もして、いいか悪いかについては、それはちょっとこう秘密なんですけれども、まあ、的確に対処してまいります。わかりました。テレビ岩手の尾形です。すみません、シンガポール事務所のことで、これまでシンガポール事務所の、果たしていきたい役割とかですね、あと、まあ、成果とかどのように評価されているのかっていうのをまず1点を伺いたいのと、あと、職員体制のスリム化の中で来年度当初で122点ドル減ということなんですが、これの効果額分かりましたらお願いします。シンガポール事務所、シンガポールはこうずっと毎年毎年岩手フェアをこうデパート等で開催し、また日本人も多く住んでいて、かつ東南アジアの物流やまた情報の拠点ですから、そこに事務所を構えてさまざまなこう人脈を広げ、そしていろいろ対応していったことは大きな成果だったと思います。去年マレーシアでイオンさんに岩手フェアをやってもらった時も、そのシンガポール事務所の者がマレーシアに出張してこう事前の準備をしたり、当日のこういくつかの行事の司会進行をしたりとかもして、まさにこう東南アジア全体の拠点として、機能しておりました。そういったところ、岩手は岩手でそういう経験を重ねてきておりますので、必要な場合にはこの岩手から出張するなどして対応するということを、それを先ほど申し上げた現地アドバイザーと連携しながら進めていくということになります。もう一つの質問は何でしたっけ？職員体制のスリム化の中で120人程度の減ということなんですが、これの効果額を分かればいかほどになりましょうか？ちょっと今計算中であります。他の質問に答えている間に答えが出るんじゃないかと思います。それでは関連する質問はないようですので、改めてですね、感謝質問の用意は今日はない、ありませんので、各社から、この他に関連する質問、この他の質問があれば、ここまで、以外の質問があれば社名を名乗ってからお願いします。はい、それではこれをもちまして記者会見を終わります。ありがとうございました。ご苦労様でした。